なんと本日チャド氏より J ポーズを誤って主とした容疑に関して緊急の謝罪会見が開かれた模様です。こちらをご覧ください。今回の事件を受けて被害をお受けになった方、ご家族の方、あれだけ死にならないようにと力説していたにもかかわらず、本当に情けない思いでいっぱいです。今回の事件を受けて、お詫びの意味を込めて、新しい J ポーズを発表させていただくことにいたしました。なお、この新しいポーズに関しましては、専門家の意見を聞き、開発へと至りました。こちらが新しいポーズとなります。中瀬子 AD、私、重大なミスを犯してしまいました。ディビジョン J のポーズ、ディビジョン C という風にやってしまって、たくさんの批判受け取ってます。もう新しいポーズを開発するしか、もう示しがつかないんですよ。中瀬子 AD、以前もポーズ考えてくれたじゃないですか。ちょっとまた今回もいいポーズお願いできませんかね。実に興味深い。ダダ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 J っていうのはね、こうやるんですよ。チャド、二つできたぞ。二つ？すごい、二つもできるんですか？現象には必ず理由がある。こちらはダブル J です。まず右肘を曲げ、手のひらを自分の方に向けて J サインを作ります。そして左手の手のひらを前に向けて J サインを作ります。これでダブル J の完成です。そしてこちらはバック J です。まずカメラに背を向けます。次に右腕を上に上げます。そしてカメラに手の甲を向けるようにして J サインを作れば出来上がりです。なお、このサインは顔出し NG の方にもおすすめです。お気づきでしょうか、こちらはホームページのトップ画面でも使われているポーズと一緒です。もし気づいてたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひいいねボタンをお願いします。驚きましたね。新しい J ポーズがなんと2つも発表されるとは。これを機に皆さんもぜひご使用ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。薬物乱用はダメ、絶対。998 999 1000、よし、今日のトレーニングもこれにて終了。